気づくぜ。今嫌いになったんだけど。ってここのスピアはもう逃がさないんだよな。怪しいわね。一着地の毛なのに密着が怖いという。するはず。はい、皆さんおはこんばんちは、霊夢よ。ゼニリアだわ。あたい、アリスよ、上海。今回はエッターエンジンズのステージ3からだぜ。これからだんだんヒートアップしてくるのよね。走りやすいぞ。BGM から走る気がするぞ。BGM から走る気がする。わかったから2回言わんでいいわ。もう危ないからスパークデミを守る。それいいわね。うおうおう、チンタラしてるから間に合わないぞ。おざけおざけ。多彩なカービィちゃんだからこそ許されるゲートなんですが。けど確かそろそろスピアあったわよね。確かに。そろそろ待ちますか。ポンポン。ここじゃないぞ。この次だったかしら。ちょいちょい事故ってんな。今だ。やったぜ。ナイスですわ。うおうおう、試合乗ってきたぜ。興奮するな、兄弟。世の中が高速化した現在たるやつは置いてくれ。何の話をしてんだよ。楽しい楽しいぞ。追い風で脱出するその習性なんなのよ。およしゃあ、誰だ誰であろうと切り刻むぞ。あたい、キングスブーとマウンですか。なんか微妙なラインナップ。よし、私はトマトボックス待ってるからお前らやっておしまい。あたい最強。チンピラやれ。後ろから砕いてやったわ。よし、ご苦労さん、あとは私が片付けておくわよ。何やってんだ。ね、目が悪くて。何かの冗談だろう。で、結局スピアはなかったぞ。てか、ここにありそう。脱出するやつだわ。おい、前をトロトロ歩いてんじゃねえよん。いちいちうるさいぞ。ウォーターも欲しかったけど取ってる暇なさそうだったからスルー。スピアゲットよ。思ったより難なく取れたわね。よし、この調子。危ねえ。マジで危ねえ。相変わらず油断できないな、まったく。殺す。あー、ひどい目にあったぞ。ここは、確かスーパーコピー能力のビームがあったはず。オタクの鏡ぞ。カットしてんだろ、お前。スカッとさせてやるよ。見てろ。トンネルの中から抜け出した。ここら辺からえげつなくなってくるイメージ。もうすでにえげつないぞ。いい加減にしろ。手は水中剣、細いところ通らせてきそう。そう、早速だぞ。さらに棚も打ってくるな。てか、お前ら当たりすぎだろか。体でかいし道狭いしやってられないわ。水に入ってたらシャッツオの弾は消えるんだよな。明らかに手出しで草。鳥の上でスライディングしてんじゃねえ。手で体がでかすぎて寄せれないのよ。もう早く入れ。なんだと。前見て走れよ。星吐き出してからは割と楽だったぜ。さあて、今回のコピーたちは。スピアハンマーにアーマーか。他2つかぶってるしこれしかねえ。アーマー多すぎだぞ。あ、前回から変わらず強いやつだ。発射。氷のやつでもすぐ食べる。発射。ただ衝撃波連続で出してくるのは注意だぜ。うおうおお、切り刻んでやるぞ。あたい、反動で移動してんじゃねえ。割と削れてはいるが。そろそろ来そう。あれあー、もうそれ食らうのは知ってた。排撃波、最後はいい感じに全員で迎え撃ったぜ。スピアコンプリート。あたい、一応なんだかんだ死ぬことはなかったけども。上海、ノーマルの体力だったからつなぎつなぎ持ったけどよ。エクストラだといっぱい死んでそう。さあ、今回もこの時間がやってきたわ。そろそろ泥目みたいぞ。レベル6まで来てバラバラかい。そのようなことが。ちゃんとは情けない数字だぞ。黙れ。サンピーちゃん。はい、上海。とりあえずは半分クリアね。ここからよ。次行ってみろ。というわけでお待ちかね水中ステージだぜ。全然待ってねえ。こういうのスピアあったら戻れないから注意だわ。そして4人には邪魔すぎるゴルドを着たい。痛い。打って変わって今度は廃坑。寒い、暗い。怖いぞ。暗すぎてめちゃくちゃ迷ってるわ。壁が多くてアーマーの光もあまり行きないのよね。扉があるけど。いや、この奥に通路があるぞ。いいわね、そういうところに大体スピアがあるのよ。あたいのにはごまかせないぞ。これ絶対見逃してるでしょ。スピア見逃してるかもぞ。ソガク。ソガ。心残りありながらもとりあえず先に進みまして。レンダレンダー、通院もあってご利用しに拍車がかかってる。ぼちぼち3人出し判定の壁をしつければ OK。 トゲだが。冷静になれ。ダメだこりゃ。あ、スピアあったわ。スピアゲットよ。オーノー。あ、やっぱりさっきの廃坑だ。また後で行こうな。だが断る。今度という今度は許さないぞ。あたいのトマトだぞ。みんなで分けて、ここでトマトは助かるわ。で、これはボスと受け取って9個定放題行くわよ。
あら、なんか見覚えある地形が出てきまして、道が分かれてるぞ。これはアリス下に行ってちょうだい。なんとなく察したわ。珍しくアーマーはスルーか。古き良き速攻ショットも現代で通用するか見るわよ。行くぞ。私は下から引きまくるわ。こうしてはいられんぞい。あれんか地味に急にやってうまくつけない。これいつ攻撃できるのよ。もうそれはいつも独断場だぜ。発射発射やったー。最高だ。こっちの砲台も相変わらず満足な性能だったと。うん、しかしこれはカッターが必須な場面でありまして、発射発射、もう取り逃しは許されないわ。スピアゲット。うん、また水中。あたいには何も問題ないな。あ、スピアチラッと見えたわ。これも水流で戻れないやつだから注意しましょう。こういうちょっとした流れに捕まらないように、一つの間違いを取り返せないのがハルカンドラだからな。こっちが正解だな。オッケー、スピアゲット。まだまだ水路は続くぜ。全員激突してて笑う。なんで私だけ。あんなん絶対食らうに決まってんだろが、ひとまず体力は回復。緩急つきすぎだろ。あのウツボますます嫌いになったんだけど。見事に全員ハマったな。っておい、そっちじゃねえ。寒い、暗い、怖いぞ。これは先に明かりと鍵があるはず。ここはスパークだぜ。いいぞ。キャリー系には相性抜群のスパーク君で、ここにシャッツオは性格悪すぎでは。スピアゲットだぞ。さあ帰りもバルバル地帯だし気をつけていけ。早速危ねえ。道中の食べ物全部かっさらっていきなさい。オラ早く流れに逆らって口移しするんだよ。流しされ、なんだかんだ回復できてるな。あとはゴールだけだし、つまずくわけにはいかないのよ。おお、気持ち悪いぞ。なんとか切り抜けた。わずかな死体道でギリギリ飲み込まれたな。チケット回収しといて。しょうがねえな。あのウツボマジで優先。わかるぞ。さあ2回目はどうか。今回は決めさせてもらうわよ。Yes! なんかそれらしい結果に。これが実力差かしら。なんだと。チャン、ワイ、チャンハイ。よし、スピア取りに行くぞ。逃げるんだよ。というわけで川崎ドロシアつけて再走だぜ。さすがにファイアの明かりは安定感あるわね。でこの下か、暗くても壁確かめるまで進むのが大事だぜ。これでコンプリートね。レベル6も最後の通常ステージよ。なんか密室で走ってかわいそうなやつだぞ。そして殺すな。幸先悪いな。こらあ、先を行くのは値だぞ。アーマーに乗り換えよっと。ん、これまた引きやらばそ。ん、何があった。おのれ、どうしてあんたは毎回私の頭を踏むのよ。お前もなんで飛んで進んだんだよ。上から来るぞ。危ない。アーマーのジェットが強い強い。助走の口移し。あららら、プレスキの下で何やってんのよ。あたいは余裕だったぞ。くそが、ま、残機を増やすしか道はねえ。ここに来て即死気味、畳みかけてきてるな。おい、この音楽どっかで。どこかも何もここだよ。上から来るぞ。絶対押し出さないでね。4人でここの緊張感やで。しまった。痛い。実は優しいトゲ再び。そしてここのスピアはもう逃がさないんだよな。これ怪しいわね。バカ、完成で自ら挟まれに行ったな。コンベア期待、飛べば問題ないぞ。体力は余裕なんだが、もはや関係ないという。数で押してくる雑魚は一掃しまして、歩くのも面倒だし飛んでいこうかしら。そしたら絶対私が追いつけなくなるでしょ。なんだこいつ。勝つ。はいな。そう、ここに来てボンミスしてしまったぞ。あたい、まあいつもっちゃいつものこと。一気に残機減ってきたしな。あ、これ空中でもピュンピュン連打できるのね。せこい、せこいぞ。じゃ、ここ流れが速い。爆速で敵が流れてくるぜ。おい、一人だけシューティングしてるぞ。あいつ、その砲台よこしなさい。おざけ、おざけ。鍵とスピアだわ。あ、じゃあここで待ってる。こんなんしゃがんだらいけるぞ。なに絶対そんな運び方じゃないでしょ。スピアゲットだぞ。まさか一人で解決とはな。こら、社畜が来たぞ。やめ、かわいそう。あ、ハンバーガー来たぞ。その先の隠し部屋へ向かうわよ。何これ。ぼーっとしてたら一人出荷されたぞ。うるさい、さっさと進めろ。さあ、地獄から天国に来たわよ。道中のアイテムもしっかり回収していけ。もちろんです。今だ、はい、プロですから。そして春部屋だわ。もちろんフェスティバルをいただきまして。右端が怖い。なんでだ。さあ、余すとこなくアイテムを取り尽くすのよ。じゃないと失礼だろ。おかげで少し残機戻ったな。オッケー。コピーはウォーターで。うん、天国から地獄へ。今度は4人で生き残れるか。とにかく隙間の中央によるのよ。でもここのスピア覚えてるぞ。あたい、ただの運やと思ってません。ちゃんと分析してますね。
その後は死なずに突破できたわ。また変わって今度はエリ君がエリア。嫌な敵が見えるぞ。またかい。このステージアンチ少なくね。レベル6のごめんだし難しくもなるだろう。無敵回避。そうだ。ここでクリスタルだぜ。ここは体でかいし渡しとるわ。無敵技あるのに。いいだろ。無事にスピアには到着。スピアゲット。はい頑張れ。何もかもおしまいだ。ちょ地味にウォーターの挙動が危ない。事故だけはダメだぞ。加害者がいるんじゃねえ。2段3段と潰しに来るぜ。密着しなきゃなのに密着が怖いという。ああそっ。ウォーとりあえずワンアップは取るわ。潰されてたまるか。それ間に合うか。あぶね。わしを無視するな。早速死にかけてんじゃねえ。ひとまず真ん中に行けば安定するはず。ちょっと待ってくれよ。待って飛ばないで。おしスライディングでワンチャンはやばい。無敵こすっても関係なくてつらい。ここだぞ。何をしてる。オッケー。スピアゲットだぞ。マジかよ。過去一の大活躍じゃないか。あとはしっかりゴールと。なんとかこの画面を見ることができたわね。さすがエンジンズ最終面だったわ。オッケー。なんか毎回変に惜しいな。レベル7では揃えたいところ。残機はなんとか現状維持だぜ。まあたくさん落ちたり潰されたけどスピアはコンプ。それでいい。言い訳ねえ。王者がこれ相手をさせるぞい。というわけで次回はボス戦からレベル7に行くぜ。それじゃ、じゃあ今回はこれで終わるわ。じゃあね。さああの卵に恨み晴らすまであと5コースまで来たわね。早い。にしても工場どこもかしこも即死ばっかだったわよ。あたいはいつもの大活躍だな。それはわからない。